け話を聞いてください。ヘネボいつでもプラスいてるんだ。いろんなもんが溜まってるとことか、なぜだか嫌われてるんだ。気がかっちゃなくてみんなにちっちゃな頃からキモいと言われ続け、やっとお困りになったけど今も言われてない。回してんだ。誰も触ろうとしないものとがいやらしく見られてしまうんだ。朝するのただのお手なのに、ちっちゃな頃には自由なんてどこにもなかった。そして大人になってついに手に入れたはずだわ。国のお偉いさんが